ペニョンデアルセマス、ペニョンデアルセマスは、地中海西部にある、スペイン領の小島。モロッコの都市アルホセイマの湾の沖合300メートルに、浮かび、最も近いスペイン領は84キロメートル離れた、メリラである。近くにある2つの無人島、ティエラ島、マル島と共に、アルセマス諸島の名称がついている。また、セウタ、メリラの2つの自治都市、チャファリナス諸島、 ケニョンデベレスデラ・ゴメラと共にプラサスデ・ソベラニアを構成する。島は最長で170メートル、幅86メートルで、面積はわずか1.5ヘクタールしかない。標高最高地点は北側の27メートルである。島の周囲は480メートルで、大半が切り立った崖に囲まれている。島内には様々な時代の建物、元の要塞や兵舎が残る。教会 東大、数軒の民家、港、商店もある。船の定期便がスペイン本土からやってくる。この島は、セウタ、ベリィア、イベリア半島とを結ぶ海底ケーブルの中継地点である。スペイン陸軍の第32砲兵連隊が駐留している。ペニョンでアルセマスに隣接するコジマラ・プルペラは橋で繋がっており、かつては墓地であった。 夜のペニョンデ・アルセマスペニョンデ・アルセマスは1560年にスルタン・ムーレ・アブダンラーによってバルバリア海賊防衛のためスペイン王国へ割上された。カルロス2世時代はカビル人との貿易が盛んに行われたがその後は政治犯を含む犯罪者の流刑地となった。1902年フランスがペニョンデ・アルセマスのスペイン主権を承認した。 リーフ戦争さなかの1921年にはアブドエルクリムが島を襲った。1922年にはカビル人勢力が島沖で蒸気船を沈めた。モロッコ戦争さなかの1925年にはスペイン海軍のアルホセ上陸作戦の前線基地となった。ありがとうございます。